はい、皆さんこんにちは、村長です。今日も体は疲れ気味ながらですね、でもいろんな新しいことを思いついて楽しんでおります。今日はサムネイルにもあり、そして今も画面に出てますようにですね、先日 YouTube でコード進行からメロディーを作ることを今制作してるんだという実験の一部分を見ていただきました。これにはとっても皆さんも期待してくれておりますし、もうこれ自身は出来上がっています。完成品じゃないですけれども、テストで動く、それはもう皆さんにも聞いていただきました。でもですね、そこからもう一個発展しましてですね、その逆バージョン、メロディーからコード進行をチャット GPT で考えさせて、コード進行をちゃんと作ってしまう MIDI でですね、そういうことをもうプログラムの骨子が出来上がりました。そういうことと、今日はこれからの音楽と AI ということについてお話をしたいと思います。もう皆さんもチャット GPT とか、もしくは画像生成 AI とかを使ってられる方は、もう近いうちに音楽が自動でできる、それはもう分かってると思います。例えば AI で音楽を作るという話の中には、サウンドローというのが今飛ぶ鳥落とす勢いでものすごく成長しています。いわゆる BGM に使う音楽であればですね、そんなにも細かいところを気にする必要もなく、今後は僕は BGM というその分野ではですね、一部分しか生き残れないような音楽の世界になると僕自身は考えております。そしてもうオープン AI 社もサンプルで出してる仕組みから見たらですね、プロンプトで楽しい曲で、そして BPM がいくらぐらいで、キーはどんなキーで、そんな感じのポップス曲を作ってくださいというようなプロンプトを投げかけると、ほぼ完成品と言ってもいいほどの音楽ができる、もうサンプルはオープン AI 社の中に上がっています。ですから僕は約半年でもう言葉で言って音楽ができるような時代になると思います。一方、音楽というのはやはり作る楽しみ、作る喜び、そういうものもありますので、完全になくなるわけではありません。でも商業用の BGM なんかの場合はですね、明日までに10曲作ってくれとかいうようなことになると、今までバンドインなボックスとか、まあ一部のソフトで確かに30分1時間あればできなくもないし、でもそういう凝ったことよりもサウンドローのようなサービス、そういうのがあれば、今までもストックサービスでその中から選ぶっていうだけでも BGM というのは商用に使われていたわけですね。それが自分が尺の長さを決めたり、そして雰囲気、サウンドローの場合は一部分を削ったり、ここでおかず、いわゆるフィルインを入れる入れない、そんなことまで今の段階でできるわけですね。ですから僕は音楽の世界というのはこれからどんどん変わっていく、そして自動化されると思う中で、でも一部分は残ると思います。その残るという中にはですね、やはり極めないといけません。いや、絶対音楽はなくならないよとアマチュアで楽しんでいる方もおられると思いますが、そのレベル程度では生き残るというところにはなりにくいと思います。もちろん趣味の分野ですから、どんな音楽でも作ってて、それだけが楽しいという人はそれでいいでしょう。でもそれを公開したり、コンテストに出したり、そしてお客様に納品するという意味ではですね、やはりかなりのクオリティを持っていかないと AI に負けてしまうようになる。もしくはライブなんかの演奏でも、僕はギタリストだというからにはですね、もう2本で指折りというぐらいの能力を持って、
そしてやっていかないと AI の中に埋もれてしまう、そういうような時代になってしまうというふうに思っています。特に僕のように音楽を生業にしている人間にとってはかなり脅威です。ですから僕はもうこういうふうに開発に行ってるんですが、このやってること自身もその自動化としたらですね、もうかけ離れてるんですね。やってることが本当にいいのと、言ってることとやってること違うじゃないっていう話もあるんです。でもですね、先ほども言いましたようにプラモデルを作るというのはずっとあるわけですね。いわゆる作る喜びというのはとっても重要なことなんです。ですから完全に全てが AI に置き換わるわけではありません。それは結果が上手であろうと下手であろうと作る喜びはかなり重要だと思うんですね。その点僕のこれはですね、完全自動ではない部分で、メロディーがなんとか思いついた、そこに今までは試行錯誤して、そしてそれがずっと前はギターでジャカジャカっと弾いてみてコード合うかなというところだったものが今はもう DTM に置き換わっていっています。それを今度はコード進行のバッキングを作って、その上にメロディーを乗せてみようとかいうようなこと、そしてそれらがプラグインで AI 化されたりしながらちょっとずつは出てきてるんですけれども、僕もそういう AI を使ったもの、もしくはスケーラー、そしてインスタコンポーザー、このようなですね、いろんなソフトを僕は今まで皆さんにもご紹介してきましたし、単に紹介というだけじゃなくってメーカーと打ち合わせをして要望などをちょっと取り入れてもらったりしながらもやってきたわけです。まあちょこちょこっとするサンプルには便利だなと思いましたが、なかなかいい音楽というそういうの、特にバッキングはまだマシなんです。ユージャムとかトゥーントラックのイージーシリーズなんかはバッキングはですね、コード進行をピャッと与えるだけでもうできてくれるんですが、メロディーメーカーというのはですね、そうですね、約5つぐらいは使ってみましたかね。でもですね、僕の思っている例えばポップスの歌にできるようなメロディーとかですね、ギターのソロフレーズとかをAI で作るというのはなかなか難しい。そのディープラーニングさせるその基礎自身が僕はなってないんだと思うんですね。でもね、チャット GPT って正直に自分は得意じゃないとか言うんですけれども、でも案外分かってるんです。分かってるんですけれども弱いということも正直に言ってくれたんです。はい、ここに僕が次に考えていることに対してチャット GPT と話をした、これが載っています。ちょっと大きめにしたいと思いますね。理解しましたと。あなたが作成したアプリ、それはですね、今まで作ったアプリを見せた話なんですが、このアプリは非常に面白いアイデアだと思いますと。っていうのは多分世界で誰もメロディーが作れるということを現実やっていないからです。 WAV ファイルでなんとなくこう形成するということは、先ほども言いましたようにもう AI はほぼほぼできかけてるんです。でもですね、 MIDI で作ったらですね、それをもちろん修正もできますし、組み合わせなどが簡単です。 AI で全部できてしまったらですね、あ、ここのメロディータララーンって上がってるけどタララーンと下げたいと思った時に、これが MP3 や WAV になってたらどうもできないですよね。もちろんこの頃分析ソフトもあるっちゃあるんですけれども、でもそれは現実今のところ不可能です。そういうことで僕はチャット GPT に、じゃあその実現方法というのを打ち合わせたのがこの内容です。そして僕の方から、これは世界的な実験とも言えるので、苦手な部分は苦手と正直に言ってくれるあなたを信頼します。
例えば MIDI ファイルを与えるという話をしましたが、 MIDI ファイルの中身をあなたは理解できるのですか？チャット GPT は MIDI ファイルの中身をそれ自身でではできません。ですから僕は先日やったようにですね、音程と長さ、これに分けてですね、数値化することに成功しています。ですからそれはこういうことです。これもそうなんですけれども、このコード進行というのを渡したらですね、チャット GPT はなんとなく、あ、これに合うメロディ、あ、C のキーだなとかいうことはわかるんですね。そして GPT は考えて、それを MIDI にしないといけないということは、音程をですね、音程と長さ、これを作って出さないといけないわけです。今度僕が考えているということはこういうことです。 DAW の方でこのようになんとかメロディーを入れます。初心者でメロディーが思いつかないという方は、今の技術では鼻歌からメロディーを作るということもそんなに難しいことではありません。僕なんかがよくやるのはメロダインというのを使ってですね、鼻歌からMIDIのメロディーを作って若干修正したりしながら、現実これはやっていることです。それをですね、 GPT に今度はコードを提案させようという話です。下にありますよね、ここにあるこのコードのようなことになればですね、その MIDI コードで UJAM や Tune Track、 これにできるわけですから、そのことはもう今チャットエキスパートという僕が開発したソフトで皆さん使ってくれてるんです。まだまだ認知度は少ないですけれども、みんなもう使ってくれてですね、 UJAM や Tune Track のソフトでですね、もう伴奏はバッチリできてるんです。バッチリと言っても大げさじゃないです。和音のコード進行がとってもおしゃれにできるようになっているわけです。そして今出来上がっているこのコード進行からメロディーを作る逆バージョン、これをですね、チャット GPT にさせるためのプログラムがこんな感じです。ちょっと一部だけ隠させていただいてますが、別にさほど隠すつもりもないんですけれどもですね、このように Python のミドと読むんでしょうか、そのライブラリーで MIDI ファイルを MIDI メッセージに展開できるんですね。このところをちょっと大きくしますね。イベントアペンドノートオンというふうにですね、その前に読み込むのがあるんです。ここでですね、リードファイルとなってますよね、ファイルを読み込ますんです。そしてそれの MIDI をですね、配列変数というものにこうやって入れるんですね。そうしまして、今度はそれをですね、目でわかるような展開にしてしまうんです。この MIDI というのはですね、はい、これとっても秘密事項ぐらいのことなんですけれどもですね、イベントタイプ、ノートオンかノートオフか、いわゆるここから音が鳴り出してここで終わるという情報と、その音程、そしてベロシティ、音の大きさですね、そして時間ですね、どんだけ鳴ってるか、この4つの情報を持ってるんです。これが MIDI メッセージ、これをですね、分解して数値化するんです。そうしましたら、今度はチャット GPT が、あ、どんな音楽だなってわかるんです。それをチャット GPT に渡すとですね、今度はこんなコード進行でどうですか、これこうする方がおしゃれですよ、それを何パターン出させるかとかですね、それは僕のチャットエキスパートでですね、もう一発でできるように考えています。これが僕の考えているチャットエキスパートを中心とした周辺アプリを作ってですね、 MIDI のメロディーからコード進行を考える、その逆のコード進行からメロディーを考えてもらう、これができるのがもう間近です。制作という楽しみも残しながら、音楽のソフトというのを AI 化していくというようなことです。僕は誰かに負けることをさほど拒んでいません。ですからこういうものをプラグインメーカーとかが
開発してくれることも全くいいと思いますし、もし秘密にしておきたいんであれば皆さんにこういう公開をすることもないんですけれども、これから AI を使って、そして各ベンダーさんがですね、より楽しい音楽ソフト、単に自然言語系のプロンプトで一発でできるだけではなくってですね、組み合わせる楽しみですね。ブロックってずっと続いてるじゃないですか。今も子供の遊びにはブロックというのはありますよね。ああいう感じで音楽の楽しみも残してもらいながら、そして仕上げて、そしてより良くするのも残しながら、僕は新しい世界を皆さんに投げかけていきたい、そのように考えています。今日は僕の今考えている新しい AI を使った音楽プログラム、このお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。期待して待っててください。